どうも皆さんこんにちは。千代田光義です。さあ、今回なんですけども、僕ね、ちょっとレイリーを、動画撮りたくて、で、今僕80なんですよね。未だに80と、まあ、育てる気なかったんですけど、今回ね、ガチャ来たじゃないですか。チケットガチャ。なんで、これ引いていこうかなと思うんですよ。買ってきました。お蕎麦とマルコはもう100なんで、レイリー一択ですね、狙いは。さあ行きましょう。このガチャ20連で、僕はレイリーを100レビにします。行きましょう。頼むぜ。確定だっけかな、この演出の渋さからいくと。やっぱりレイリーね、ちょっと僕使いたいんですよ。青のゲッタで強いのが欲しいんですよ。そのレッドナインは強いんですけど。いいんですけどね。ちょっとレイリーも使ってみたいなって。やっぱり、ジャスト回避5段じゃないですか、僕って。だったら使うしかないだろうっていうところで、今回100レベルにしていきたいんですけれども、渋そうですね。最後もね、これ3、ピックアップかそれ。いやくそー、お蕎麦ねー。もう僕、お蕎麦マスクいつでも50人マスできるんですよ。ちょ、お金がないんで、バウンティーコインと、コーラのやつ、武装マガ、あれがないんで、ちょっとできないんですけど、あと2日ぐらいできるかな。ちょっとね、待っていただきたいんですけど、いやー、ちょっと頼むわー。お願いよー。高いコーラやで、これマジで。頼んます。頼む。いやー、確定だっけか。渋いね。おビスタか。まあ、ありっすね。ビスタはビスタ。全然いい。いいけどさ。コーラじゃないからね。89か。オッケー。いやー、ちょっと残念な結果に終わってしまいましたけれども、まあ、次回ね、ジャスト回避5段の青レイリーの強さ、お見せしたいなと思います。さよなら。